はい、どうも、ひこもんです。週の真ん中水曜日、レードアワーのお時間です。月曜日にやったばかりなんですけどね、やっぱりレードアワーは週に1回でいいっすね。なんか疲れちゃいます年かな。週1回のね、レードアワーに全力投球するって感じでね、それがいいと思います。というわけで、現在の黒卵の状況は5、6、7、うわー少ないな、7個だ。まあそうだ、ルギアは硬いんでね、そんなにできないと思いますね。だから7個でちょうどいいぐらいかもしれないです。わかんないですけど、ちょっとその辺興味あるところですね。何戦できるのか、延長戦も微妙なところですね。とりあえずね、横の雪嵐の後に黒玉が出るんじゃないかなと思います。あともう一個、ここも出ますね、アシュラ、おそらく。そしたら8個、多分8000ね、限界だと思いますね。確か雑誌案の時でも9000が限界だったと思います。とりあえず何戦できるのか、そこに注目です。とりあえずはまずは駅からですかね。あ、出ましたね、言ってるそばからアシュラに出ました。19分後です。もうね、初日に個体値マックス出ちゃったんでね、もう狙うは色違いマックス。いや、まあ個体値マックスは何体あってもいいんでね、3体目で狙っていきましょう。では7、6、5、4、3、2、1、0、スタートです。デンデゲ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 、ルイヤーまたあったな。いきなり交換する。違うんだ、グループを作らないとなんだ。これでいきます。もうプライベート開放してもいいかな。ケンちゃん、今日は1戦目だけ来てもらうことにしました。ではチームひこもん6名にプラス1名で戦闘開始です。本当チャンス。チームひこもんの力を見せてもらおうか。雨だったらね、メガライボルトが良かったんですけどね、雨じゃなくなっちゃいましたね。メガゲンガーで正解だったかなっていう感じです。いや、結構凶悪だな。本当、ノアで参加して少人数当たる気は怖いです。勝利です。とりあえず色違いを狙っていきたい。2085、普通ですね。強烈アタッカーの座いただきました。結果画面ゴー、ゲットレンジ、ウォート通常色、そして夕暮れ。これね、ポンポン投げてきました。もうグレート狙い、 OKOK、 もうグレート狙いです。グレート狙いでポンポンいきましょう。ポンポン大佐、しかし、うわー、これです。これがストレスマハなんですよ。 OK 戦闘、待たない。 OK 戦闘、出せますね、結構。やるじゃないか、ヒコボン。やるようになったな、ヒコボン。間違えた。サークル固定しようとした。よいしょ。オーケー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 。エクセレント出していく。これをね、初日のあの、最初に出した動画でやりたかったんですよね。おっと、またサークル固定しようとしていた。おー、これだよ、これ。ストレスマッハ。うわ、これだよ、これ。もう運ですからね、投げ終わった後に回転されてんの。とりあえずグレートで落ち着きます。うわー、やばげな気がする。おっ、ケーク戦闘いける。ロードな、無駄にしちゃうのはダメだよ。ケーキ戦闘、上でも出せます。そしてなかなか捕まらない。
これが個体値マックスじゃなくてよかった。これだよもう2回も回っちゃったよ。 OK、 エクセレント、ど真ん中。オッケーとです、よかったです。7分まあまあのタイムです。では結構時間かかったので行きます。次は隣ですね。グループコードを作っていった方がいいかな。作っていこう。あれでもうね、5体もやられてますからね。恐るべしルギアですよ。プライベート解放。駅前でチームヒコボン6名だけです。悲しみ。今日はね、チームヒコボン連絡つく人にはメガゲンガーをお願いしました。連絡つかない人がいるんですよね。今度お会いしたら連絡ができるようにしたいんですけど、このご時世なかなかお会いできないんですよね。6名全力でやってこれだもんな。硬いよな。まあこういうね、硬い方が楽しいんですけどね、成立すればの話なんですけど。今日は昔はね、その辺にいる人をね、と捕まえてやったりしたんですけどね、今はもうできないですね、ああいうことは。きつ。6名でも全滅しちゃいますからね。これでいいんだ。うわー、未来落ち、いてー、勝利です。6名でこの残り秒数です。厳しみです。2079、普通です。おお、何ももらえず。ゲットチャレンジ、色違い、ノーシャイン。またサークル固定しようとしちゃって。よいしょ、 OK、 エクセント。これぐらいの大きさでもエクセントなんですね。下の方が比較的出しやすいです。 OK、 エクセント。上でも出せないことはない。 OK、 エクセント。ゲットです。タイムは18時15分。まだまだ許容範囲です。ふぃー、ぼーっと幸せの卵を使っていないことを思い出したヒコボンであった。次使う。では M さんゲットされたので次です。富士山行きます。壁がね、富士山になってるんですよね。こんな感じです。おっと、幸せの卵を見つけた。すっかり忘れてました今たまたま目に入ったから思い出しました。なんつうかね、こうギリギリを攻めたくなるんですよね。じゃあもう使っちゃいます。そして8名集まってます。いい調子。では8名でバトル開始です。ホントジョンス、曇りでゴースト技もブーストなんですね。これはちょうどいい。うわ、落ちた。なんてこった。危ねえっつうか分かんないよ、これ復帰できるかな。久しぶりに落ちた。どこだ。ここです。復帰お願い。復
気を願い、気を願い。おお、よかった。おお、いつの間にか勝っちゃいました。よかったです。2089、さっき似たようなの出たけどな。そして何ももらえず、こんな時に限って色違いとか来ない。またサークル固定しようとしちゃったよ。よいしょ、 OK、 エクセント。この難易度のね、ゲットチャレンジも初期の方でできましたからね、恐ろしい話ですよ。 OK、 エクセント。もう捕まってくれ。 OK です。ふぅ、ルギアは強敵だぜ。ほい、もう M さんもゲットされてます。では次です。アロディロードです。おっと、これを使う人とはもう交換です。ここはグループ作る必要ないな。これ一人でもかけたらもっと時間かかりますからね。これぐらい厳しい方がね、楽しいっちゃ楽しいんですよね。で、簡単に倒せたら作業になっちゃいますからね。このハラハラドキドキがいいんです。ハラドキですね、ハラドキ。ではチームヒコモン6名にプラス1名です。戦闘クッシュ間違えた、ハンターチャンス剣がうごめいてますね。メガ剣がね、これで一気になんかこう攻撃力がダウンします。当然なんですけど、勝利です。 CP は2085。こんなのばっかりと言ってももう個体値マックス出ちゃったから、もうこんなのばっかりなんですよ。強烈アタック可能座をいただきました。結果画面ゴー、ゲットレンジ。おーっと、今無心状態でしたがノーマルカラーでした。シュッシュ、これっすよ、これ。くわー、時折サークル固定しそうになるんだよね。ここだ、 OK、 エクセント。もうゲットです。あっさりゲットできた。CP はドイーン。ジャバ M さんゲットされたので次です。まだゴールドになってないジム。差し扇公民館です。差し扇公民館ゴー。今日日中すごい雨だったんですけどね、今は止んでます。ちょうど良かったです。また明日の早朝すごい雨になるらしいです。すやすや眠ってますけどね、私は。近々ね、ワクチンの接種が決まりました。レーダーを中心にね、日にちを選択しました。では6名で戦闘開始です。チームヒコモンですね。ハンターチャンス。白いメガゲンガー目立っていいっすね。勝利です。2067、下がっていく。ビッグワンガームいただきました。結果画面ゴー、ゲットレイン。おお、そろそろ色違い来るかと思ったら来なかった。よいしょ、 OK、 エクセレント。以上、OK、エクセレント。
だいぶ慣れてきたぞ。もう一丁行く。うっす。よいしょ。オッケー、先頭。よいしょ。オッケー、先頭。ちっちゃいサークルでも行けるようになりました。捕まってくれ、今ので。うわー、上に上がられた。オーケー、戦闘。ゲットです。これはどれぐらいなんだ。おい、お、黒玉が出ました。狙い通り。18時40分で19時までのあと3体いけるかな。ではチームヒコボン6名にプラス1名で戦闘開始です。本当チャンス。ルルルル。全滅は避けたい。おっと、あともうちょっと。よーし、勝利です。2102、お、2100台に行きました。強烈アタッカーの座いただきました。結果画面ゴー。色違いノーシャイン。よいしょ。おお、極小サークルでエクセント。逃げられる。今ので捕まってほしかったな。よいしょ。 OK、 エクセント。ゲットです。これはどれぐらいだ。おお、惜しかったな。案外惜しいやつでした。ここだ、ここやります。バトル全部できるかな。ここに来て少なくなっちゃいました。ではチームヒコボン4名プラス1名で戦闘開始です。これは厳しみだぞ。最後の最後に時間を食ってしまったな。ああ、そのまま遅めで入っちゃった方もおられますね。さらに攻撃威力が鈍化します。やっと撃破です。長かった。2085、なんか出たような数値だな。 スペシャルアタック可能座をいただきました。色違い、あー、ノーシャイニー。さっさと取って最後に行きたい。よいしょ。うわー、今のエクセントコースだったのに。よいしょ。 OK、 エクセント。今のサークルはちっちゃい。よいしょ。 OK、 エクセント。電気が消えました。よいしょ。 OK、 戦闘。おお、ゲットです。残りあと5分。
ムさん間に合うでしょうか。ポケモンいっぱいになってないね。なって大丈夫です。ジムから弾かれることはないです。来ました、エムさん間に合いました。さっき入れなかった方がいるんでね、大丈夫でしょう。おいおい、こんなとこでネットワークエラーとか、おいおいおい、くー、やってくれるな、ないやん。こういうハプニングをね、漏れなくつけてくるんですよね、ナイアンってとこは。では行きます。ナイアンの妨害に遭いました。パスを使わせないようにする妨害。残りあと2分。お、ギリギリチームヒコボン全員揃いました。ではチームヒコボン6名で19時までの最後の戦いです。本当チャンス。わあ、19時になった。今ジムから弾かれると復帰できません。アプリが落ちないように祈りましょう。撃破です。さてこれは何かな。2061下がっていく。色違いかもしれないぞ。ビッグワンガムいただきました。ではゲッチャレンジ。おーノーシャイニーだった。よいしょ、 OK、 エクセントエクセレントを量産していく。そしてゲットです。無事乗り越えました。あとは延長戦です。うん、延長戦、うわ結構あるぞこれ。延長戦5000もあります。まだまだ終わらない。ケロマツ取りたいとこだけど M さんゲットされたので次行きます。どこがいいんだ。アシュラですね。アシュラメン怒り。ほい、ではチームヒコボン6名で戦闘開始です。ハンタージョンス。19時になってもね、引き続きメガゲンガーに空想となってます。撃破です。2058下がっていく。お、最後の一撃ゲットです。結果画面へゴー。おーっと、色違い来るかと思ったけど来なかった。これだ。オッケー、エクセント。お、一発ゲット。これはどれぐらいだ？ウィー。もっと下があるんですね。次はあっちですね、更新塔ですね。 OK、 M3 ゲットされたので次です。ここですね、遥か遠くのジムです。ではチームヒコボン6名で戦闘開始です。ホントチョンス、勝利です。何かな。2063、色違いっぽい CP です。お、メガ進化使いになりました。ゲットレンジっぽい。ノーマルでした。パン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 。よいしょ、うわー、今のいいコースだったのに。
とストレスマッハだな。これダメだな。ここ OK 先頭ワンツースリーゲットです。残り3体この中に色違いはいるのか、どうなんだい。答えは CM の後。じゃあ次です。おお、また交換です。ほいほい、かなり長き戦いですね、これは。ではチームヒコボン6名プラス1名で戦闘開始です。ハントチョンス、グリグリー。雨が降る前に解体ですね。降ってきちゃったかな。降ってきちゃったよ。うわ、一発か、未来予知。勝利です。2084、こんなのばっかりですと言っても、最初に個体値マックス出ちゃいました。ビッグワンガムいただきました。結果画面色違いよっぽい。ノーマルです。かなり出ないですね、色違い。よいしょ、くー、今のいいコースだったのにな。ここ OK 戦闘、ヒカモン選手の中心力はまだ切れてない。ゲットです。んじゃば次です。残り2戦、そこです。入れたらいいんだけどな。入れない。ちょこっと入ってきました。極力通常レイドパスを使いたい。ではチームヒコボンプラス1名で戦闘開始です。ハントチョンス。未来予知が痛いっすね。うわやっぱそんなこと言ったら来たよ。全滅してしまった。おお、な、固まった。ん？あった。もうせっかく回復したのに。勝利です。これは何だろうな。2045、下がっていく。強烈アタッカーの座をいただきました。結果画面ゴー。ノーシャイニー。ここまで出ないか。よいしょ、 OK 戦闘。ヒコボン選手集中力が切れていない。おお、そしてクリティアルゲット。うー、次です、最後です。これ強化は何だろう。パン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 。では M さんもゲットされたのでいきます。どこだ、ここだ。アルディージャの練習場です。おお、3名もいる。しかしグループを作らなければならない。言えてない。最後はチームヒコボン5名です。1名間に合わず。ということで戦闘開始です。ハンターチャンス。うわー、長く戦いだったな。うわー、雨が吹き込んできた。雨吹き込むんだ。ここなら大雨でも大丈夫かと思ったのに。どっかいい場所ないかな。まあそこにね、サイゼリアあるんですけどね。サイゼリアでやるっ
ていうのもめっちゃありだけど、このご時世ね、席を占有するってのはどうかなっていう思いもあり避けてます。でもね、ずっと喋ってる人もいるんだからね、いいんじゃないかっていう話もありますけど、激アです。最後です。2048、最終的にかなり下になりましたね。とりあえず色違いが出てくれれば御の字です。そして強烈アタッカーの称号をいただきました。結果画面へゴー、ウィーン。まあ次回に撮っておきましょう。色違いは出ることでしょう。よいしょ、 OK、 戦闘1,2,3 ゲットです。パフ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 。これはどれぐらいだ、最低個体に近いね。というわけで終了です。共闘ありがとうございました。そして臨時に参加していただいたフレノさん、ありがとうございました。13戦やって色違い出ず、そんでもって高個体はこれだけでした。これが案外惜しかった。というわけでね、1時間48分の激闘でした。非常に疲れますね。こんなね、苦労しないでね、マックスゲットしてるのにね、難しいものです。というわけでルギアの色違い高個体頑張っていきましょう。ではまたレイドワーでお会いしましょう。アデュー。ヒコロンチャンネルメンバー募集中。ここのメンバーをクイック月額490円でなれます。明日のヒコロンチャンネルの支えになります。